私たち人類は何千年も昔から星たちと共に生きてきた。星は生と死、そして再生を繰り返しながら宇宙の生命体を生み出す創造主として君臨し、人々は夜空に輝く星に夢と希望を託して神話を紡いできた。しかしその星たちに大きな危機が迫りつつあった。これは宇宙の断りに従い宇宙の消滅を目論むビレイヤーと、宇宙の消滅に抗う星の意志を宿したスターチャイルドの物語。2049年、突如地球の一部から重力が消失する大災害が発生した。それは重力の消失によって人や車、崩壊した建物の瓦礫が宇宙に落ちていくという、人類が未だかつて遭遇したことのない異常な大災害だ。この大災害によって都市は壊滅し、多くの生命が失われた。後にグラビティロスと名付けられることになるこの重力消失災害を、重力技術開発機構 GT ラボはリレイヤーによるものだと断定した。しかし未だリレイヤーに抗う術を持たぬ人類にとって、この事実は地球圏の混乱の火種となることは明らかだった。よって混乱を防ぐため、地球連合政府および日本政府はこれを隕石の落下による大規模災害と発表することで、真実を歴史の闇へと抹殺する。同時に地球圏に潜むリレイヤーの脅威から人類、ひいては地球を守るため、重力技術開発機構 GT ラボは人類初のスターチャイルド卑弥呼主導のもと、彼女と同じく星の意志を宿すスターチャイルドの発見と、対リレイヤー用決戦兵器であるステラギアの開発を急ぐのであった。かくして西暦2051年、地球の衛星月に建造された月面コロニーアルテミスを舞台に、私たちスターチャイルドの物語が動き出すのだった。の夢、今日だったんですね。道理でこんな夢を。
私がルナと記憶を失って今日でちょうど2年、以来私は寝なし草のような放浪生活を送り、気づけば月面コロニーアルテミスまで来ていました。おはようございますマスター。うなされているようでしたが、またいつもの夢でしょうか。おはようございますヤダカ。気づいていたのなら起こしてくれてもよかったのに。申し訳ございません。陶器が気づき判断するよりも先に目を覚ましたので。自分では吹っ切れたつもりだったのですが、簡単にはいかないみたいですね。さて次はどこに行きましょうか。勝手ながら陶器はこの旅をマスターの昇進旅行と認識しています。なので次の行き先は火星を提案します。そんなつもりは。でもどうして火星なんですか。これまで陶器たちが巡った場所のほとんどは、以前マスターが話をした妹が行きたいと言っていた場所ばかりです。その話の中に火星もありましたので提案しました。それに地球外惑星の環境は陶器の知的好奇心が騒ぎます。そうですね。せっかく月まで来ましたし、思い切って地球圏を離れてみるのも良いかもしれませんね。滅べ人間。マスターどうかなさったのですか。あの光は、そんな嘘ですよね。あ、神様、もし本当にあなたが存在するのならば、どうかどうかお願いです。これがこれから起こることが全て夢であってください。なら目覚めなさい。ヒミコ、それが私の名前。あなたを迎えに来たの、テラ。世界の真実が知りたいのなら、あなたの、地球のスターチャイルドの力を貸して。西暦2051年、重力の失われた地で、私は、ヒミコさんに出会った。マックス古城、一体何敵襲なの。へえ、まだ生き残りがいたんだ。答えろ、貴様はどこの所属で何者だ。スターチャイルド。スターチャイルド、あんたたち人間に死を運ぶ
気のスターチャイルドよ。ダークギア？嘘、まさか本命はこっち？ダークギア、それがあの機体の名前。無事で安心したよ、ファーストスター。あなたこそ無事で残念よ、マスクマン。確認したい、そこの彼女は君が探していた例の子なのかい？そうよ、地球の意志を宿したスターチャイルド、テラよ。私の名はオブザーバー、 GT ラボ所属の超重力高校試験官に地球連合政府から監査官として派遣されているものだ。以前顔にひどい傷を負ってね、それ以来会う者を不快にさせないようこのような仮面をつけさせてもらっている。って今はのんきに自己紹介してる場合じゃないわ。やっぱりあいつらリレイヤーよね。間違いないだろう、グラビティロスを引き起こせるのはこの宇宙を探してもリレイヤーだけだ。君の星は何と？私の星もリレイヤーだって言ってる。なら決まりだ。あのリレイヤーって何でしょうか？リレイヤーとは宇宙の運命を握るダークエネルギーの使徒さ。奴らの目的は一つ、この宇宙を加速的に膨張させあらゆるものを消滅しようとしているのさ。そして先ほどアルテミスを襲った重力消失災害、グラビティロスを引き起こした張本人だ。そして宇宙を消滅しようと企むリレイヤーに対し、宇宙を維持しようとする星たちの意志によって生み出されたのが私たちスターチャイルドってわけ。テラは気づいていないかもしれないけど、その胸の奥底には確かに星の、地球の意志が宿っているの。私の胸に地球の意志が。オブザーバー、テラをお願い。相手がリレイヤーじゃ軍のクエーサーじゃかなわない。私がステラギアで出る。確かにこの研究所には君のステラギアがある。だがこんな状況下で無事にたどり着けると。大丈夫、こう見えて私悪運だけは強いんだから。リレイヤーと戦うためのスターチャイルドでしょ。いろいろな国や土地を旅しましたが、簡単に助かる命がないのはどこも一緒ですね。お願いします、ヨダカ。一つお聞かせください。マスターがその決断に至った理由を。できることがあるのに何もしなかったら死ぬほど後悔します。後悔するのはもう嫌なんです。それにあの災害を二度も生き延びた者として、あんな悲劇はもう繰り返させたくない。ただそれだけです。自ら危険に身をさらす行為、陶器には理解しかねます。ですがマスターらしい回答だと陶器は判断します。ねえ二人とも、何の話を？来ました。アストライア？あれは2年前にダークギアと相打ちの末に共に大気圏に落下し燃え尽きたはず。まさか燃え尽きず地球に落下し彼女が回収していたというのか。なんたる巡り合わせだ。くれぐれも無理はなさらないでください。死んでしまっては元も子もありません。分かっています、ルナの分まで生きると決めているんですから。こんなところで死ぬつもりはありません。
マスター、機体管制と細やかな制御は陶器にお任せください。ヨダカはそんなこともできるんですか？ジャンクの山でマスターに拾われる前は外宇宙探査船の AI でしたので、むしろ得意分野です。そんなの初めて聞きましたよ。今まで一度も聞かれませんでしたので。この戦いが終わったらしっかり話してもらいます。了解しました。ではそのためにも最善を尽くしましょう。私たちの旅は誰にも邪魔させません。これが敵、リレイヤーのダークギア、私に倒せるのかな。進みましょう、マスター。目の前の暗黒に恐怖するのであれば、陶器が行く先を照らしましょう。邪魔です。当てられた。このくらい平気です。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。で、死にたいのは誰？一体ダークギアとは違うみたいですね。どうやら通常のクエーサーのようです。ですが指揮官機である以上油断は禁物です。へえ、これが噂に聞く GT ラボの新型クエーサーってわけね。どきなさい！このくらい平気です。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。応急処置ですが。証拠りもなくまた来る。高射程高火力のこの武装なら。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。で、死にたいのは誰？いやステラギア、アストライア、道を切り開きます。修理します。強くなれた気がします。で、死にたいのは誰？スター・チャイルドは私一人でいい。
私たちの旅は誰にも邪魔させません。応急処置ですが。で、死にたいのは誰？落ちろ！私たちの旅は誰にも邪魔させません。カトル！やらかしちゃったか。いかがなさいましたか、マスター。私があなたを見間違えるはずなんてありえません。ルナですよね。嘘でしょ。その機体にお姉ちゃんが乗ってたなんて、こんな偶然ある？よかった、生きていたんですね。ですが、どうしてルナがその機体に？は？どの口が言ってんの？私を落としたくせに。てか、何その気持ち悪い喋り方。ルナ、てかさ、お姉ちゃん戦場でコックピットを開けるなんて不用心すぎるんじゃない？教えてください、ルナ、どうしてこんなことをするんですか？何その質問、まるで身に覚えがないみたいじゃない。でもあえて答えるなら、私が悪いスターチャイルドだからかな。そういうわけだから、バイバイ、お姉ちゃん。わあ！仕留め損ねたか。ご無事でしょうか、マスター。ありがとうございます、助かりました。ですが、いきなりハッチを閉めるのはどうかと思いますよ。マスターの身を第一に考えた結果です。敵パイロットの言う通り、戦闘中に生身を晒すのは極めて危険な行為です。それじゃ、また会おうね、お姉ちゃん。待って、ルナ、待ってください。こんな時に増援、さすがに一度にこの数を相手にするのは。お待たせ、テラ。ファーストスターヒミコ、ただいま参上。刮目せよ。な、無茶させて悪いけど、もう少しだけ手伝ってもらうよ。その代わり、ファーストスターの活躍を特等席で見せてあげるからさ。はい、ルナのことは気になりますが、今は目の前の敵に集中しないと。私たちの旅は誰にも邪魔させません。応急処置ですが。強くなれた気がします。ファーストスターとして。行くぞ。支援しよう。
よ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。ハズレ、当てられた。この宇宙は私が守るんだから。敵は星々が教えてくれる。直撃だと。触れる。だと。周囲に適正反応なし。どうやら無事に乗り切ったようです。お疲れ様でした、ヨダカ。ヒミコさんも。まずはお礼を言わせて。ありがとう。テラがいてくれたから被害を最小限にとどめることができた。でもまさかリレイヤーが GT ラボを直接狙ってくるなんて。でも本部じゃなくて月の研究所なのはどうして。あの、ヒミコさん、一つ聞いてほしいことがあるんですが。リレイヤーに混じってたの？少しですが言葉を交わしました。間違いありません。あの子は妹のルナです。まさかリレイヤーに人間が協力していたなんて。念のために確認するけど、確かに自分のことをスターチャイルドって言ったんだよね。はい、自分は悪いスターチャイルドだと言っていました。ねえ、その子ってどこに逃げたかわかる？確か向こうの建物の方に。まずい。リレイヤーの目的はオリジナルワンだ。それなら本部じゃなくてここを襲撃したのにも納得がいく。ごめんテラ、私その子を追いかけなきゃ。私も一緒に行きます。ユダカ、私たちの期待をお願いします。承知しました。くれぐれもお気をつけください。よかった、オリジナルワンは無事だ。この赤い機体がオリジナルワン。おや、思った以上に早い到着だ。オブザーバー？どうしてここに。ううん、今はそんなことはどうでもいい。ここに誰か来なかった？ツインテールの私より年下の子です。見ませんでしたか？ああ、その子なら知っているよ。え、わかる。この子私と同じだ。引くわよ、オリジナルワン。こんな暗くて狭い牢獄、私たちがいる場所じゃない。起動した。岩へ。悠久ともいえる1億年の時を超え、たった今鍵が解き放たれた。ルナ、その機体から降りてください。ルナ、ヒミコさん、私たちも急いで外に。ヨダカが足止めしてくれているはずです。あの機体、お姉ちゃんも。推測、推測。どうやらあの機体が例のオリジナルワンのようですね。であれば登記がすべきことは一つです。ヨダカって操縦もできるの？操縦といっても簡単な操作だけです。今のうちにヒミコさんは自分の機体に乗ってください。そんな、うん、わかった。新作と贋作、妹と姉、そして月と地球。よもやこのような場に立ち会えるとは、なんたる強行か。
お待たせしました、ヨダカ。ご無事で何よりです、マスター。やはり、あの機体にはマスターの妹が乗っているのですか？はい。理由はわかりませんが、ルナの目的はあの赤い機体だったみたいなんです。泥棒にしては、なんとも大胆なことをしますね。ルナを止めなきゃ。自分でもわかりませんが、これだけは絶対に止めなきゃいけない気がするんです。でも、私にできるの？大丈夫。なんたって、こっちにはファーストスターの私がいるんだから。匂う。この匂い、間違いない。懐かしい、星の輝きの匂いがする。その赤い機体、乗っているのは協力者か。そうよ、ウォーカーちゃん。オリジナルワンはこの通り、奪ってやったわ。ウォーカーちゃんがこっちに来たってことは、そっちはもう食べ終わったの？ここのクエーサーは全て食らった。けど全然足りない。あんなものでは、私の上は満たされない。だからって手出しは無用よ。悪いけど、白い方。水色？どっちでもいいわ。色の薄い方は私の獲物。あいつだけは誰にも譲らない。それは認められない。我々の目的は、その機体の強奪にある。ダークナイトも手に入れたのならすぐ戻るよう言っている。嫌よ、あいつは私が殺す。そのために今日まで生きてきたんだから。もう一度言う。我々の目的はその機体の確保。我々の命令に従わないのならダークナイトがお前を裁く。箱を開ける方法が鍵を使うだけとは限らない。逃がさないっての。追うよ、テラ。はい、ヒミコさん。行かせない。お前たち星は私が喰らお前たちという存在に問う。なぜ我々の消滅に抗う？なぜって、身の危険が迫るなら抗うでしょ。普通我々による消滅は結果的にお前たちを含むこの三次元宇宙をより高次元へと移行させる。そしてそれは私という決して満たされることのない飢えを満たすネクタルとなる。この飢えが満たされぬ限り、私は万の星の輝きを蒙え、そして喰らう。星の輝きもって、あなた星を綺麗だと思わないの？理解不能。
あれは物質の燃焼による発光現象。もとより我々とお前たちでは根本的に価値観が異なる。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。ファーストスタートして。いいもの発見。証拠りもなくまた来る。スターチャイルド、私一人でいい。行きますよユダカ、私たちの道を切り開きます。スターチャイルドでも、やった、やりました、レベルアップです。行くよ。気をつけてくださいマスター、この相手はこれまでの敵とは違います。でも彼女が私とルナとを阻む壁なら引くわけにはいきません。おっさん、まだです。損傷甚大、まずったな。この攻撃、やはりこんな機体じゃただの足かせでしかない。協力者の離脱を確認、任務を果たしたと判断、撤退する。撤退する。正直死ぬかと思った。敵勢力の撤退を確認。施設内および周辺の敵残存勢力はゼロです。九段の赤い機体オリジナル1の離脱からかなりの時間が経過しています。加えて当てもなく飛び出しては宇宙で迷子になるだけです。ですよね、私だってそのくらいは分かっているつもりです。ならさ、私たちと一緒に追いかけようよ。目的も同じみたいだし、悪い話じゃないはずだよ。マスター、これは悪い申し出ではないと陶器は判断します。ええ、私もヨダカと同感です。ですがどうやって追いかけるんですか？ふんふんふん、よくぞ聞いてくれました。それはもちろん私たちの艦、超重力航行試験艦アステリズムで。大きい、あれがアステリズム。大丈夫ですか？顔色が悪いように見えますが。大丈夫です。舞台で生き残れたのは俺だけか。
まだ、そうにゃ。くそ！奴らは一体何なんだ！スターチャイルド。わからない。何なんだスターチャイルドってのは。驚いたな。あの惨劇の中で生存者がいたとは。誰だお前は。まさかこの男が。そうか、これもまた星の巡り合わせということか。どうやら私という男はつくづく運命に愛されているようだ。お前、何を言っている？ついてきたまえ。私という傍観者が君の求めるものすべてを授けよう。早く目覚めなさい。すべてが手遅れになる前に。私？あなたは戦ってはいけない。オリジナルワンはあなたたちを不幸にする。ルナ、ルナなんですか？オリジナルワンはゼロへと導く器、ゼロに至る唯一の道しるべ。オリジナルワンは最悪の器、関わる者に災いをもたらす悪魔が一柱。選びなさい。全てはあなたの選択の先にある。選びなさい、デラ。あなたが歩む運命を。おはようございますマスター。ご気分はいかがですか？そっか、私あの後気を失って。ところでここはどこなんですか？ホテルではないですよね？よくぞ聞いてくれました。これぞ GT ラボが誇る最新鋭巡洋艦、超重力航行試験艦アステリズム。その一室だよ。急に倒れたから勝手に運ばせてもらったんだ。体は大丈夫？ご迷惑をおかけしてすみません。ですがおかげさまで今は平気です。ならよかった。ねえ、歩ける？艦長に会ってもらいたいんだけど、いいかな？リレイヤーによるオリジナルワン強奪の件は我々も把握している。よってたった今よりアステリズムには正式にオリジナルワン奪還の任についてもらう。オリジナルワンの奪還といえば聞こえはいいが、要はリレイヤーとの戦闘だ。敵勢力の実態及び規模も不明。回収したアストライアも含めて艦載機は2機のみ。そして何よりパイロットが育っていない。それについてはこちらも心苦しいと思っている。だがリレイヤーが地球圏に現れた以上、すでに我々、いや人類に選択肢はない。分かっている。とりあえず報酬に特別ボーナスを追加だ。それぐらいはいいだろう。できる限りの便宜は図ろう。頼んだぞギリアン。さて、待たせたな、テラと言ったか。ようこそアステリズムへ。俺がコロカンの艦長、ベルニクス・G・ギリアンだ。そして向こうにいるのが通信士のメディア・カドケースです。よろしくね、テラちゃん。
ああ、君が新たに卑弥呼が発見したという例のスターチャイルドか。僕の名はプルート。お察しの通り冥王星のスターチャイルドだ。この間の管制、操舵、観測、電子戦などそこの二人以外の運行業務を担当している。お一人でほぼ全てを担当しているのですか。信じられません。君の言うことはもっともだよ。だかだが僕というちょっと特別なスターチャイルドなら可能なのさ。彼の言葉は本当だ。現に2名のブリッジクルーでこの艦を運用できている。さて早速ですまないが、先の戦闘の詳細を知りたい。あのそれで私はこの後どうなるのでしょうか。単刀直入に聞く。お前はどうしたい。どういう意味ですか。お前が俺たちと共にオリジナルワンを、いや妹を追いたいというのなら歓迎する。ギレイヤーという名前しか知らない、正体も勢力も謎に包まれた連中を相手にする以上、命の保証はない。艦を降りたいというなら寄港した時に殺そう。だが我々の機密情報を知り、君がスターチャイルドである以上、それを踏まえてもう一度聞く。お前はどうしたい。私にとってルナはたった一人の家族。妹のためなら命くらいいくらでもかけられます。絶対に諦めたくないんです。家族のためか。命をかける理由としては十分だな。ごめんねテラちゃん、意地悪な質問しちゃって。卑弥呼、こいつの面倒は任せたぞ。うん、任せて。おう、新人との顔合わせは終わったか。ああ、今終わったところだ。ならこっちに顔を出させろ。パイロットとして使うなら紹介しておきたい奴がいる。わかった、すぐに向かわせる。卑弥呼はここに残ってくれ、話がある。その前に一枚だけ写真を撮らせてもらってもいいですか。いいけど、なんで写真。趣味なんです、写真を撮るのが。あとこれからお世話になるので皆さんの顔と名前を早く覚えたくて。そういうことなら遠慮しないで何枚でも撮っちゃってか。ああ構わん。それじゃあ撮りますね。はい、チーズ。おう、お前が入ったばかりの新入りだな。ここを預かってる明け星だ。私の顔に何か。こいつを修理したのもお前か。はい、そうですけど。素人のくせに大したもんじゃねえか。へえ、おじいちゃんが誰かを褒めるのって珍しいね。明日は雨かも。こいつはヴィーナス、勉強がてら試作1号機。お前さんの機体を任せてある。機体について何か相談があればこいつにしてくれ。あの、ヴィーナスってことはもしかしてあなたもスターチャイルドなんですか。うん、そうだよ。金星の意志を宿したスターチャイルド。パイロットじゃなくてメカニックなんだけどね。そういうわけだから何かあれば遠慮なく相談してね、テラ。こちらこそよろしく。そうです、写真を一枚撮らせてもらってもいいですか。これからお世話になる皆さんの顔と名前を早く覚えたくて。さっきの艦長とメディアさんを撮らせてもらったんです。撮られるくらいお安いご用だよ。おーい、みんな一旦作業中止。おい、お嬢がお呼びだ。全員作業やめ、お嬢の召集だ。なるほど、集合写真ですね。いつ唐突な別れが来るかわからないからね。
全員いるうちに残せるものは残しておきたいんだ。それで私に話って何なの？お前に話があるのは俺ではない、こいつだ。あ、ニールさん久しぶり。最後に会ったのは地上にいた時だから1ヶ月ぶりくらいかな。どうも、こちらこそ久しぶりだ、イミコちゃん。それで私に話って何なんですか？今僕のところでテラちゃんの身元調査をしているんだけど、行き詰まってしまってね。彼女のことで知っていることがあれば教えてほしい。知ってるも何も、私もテラとは今日会ったばかりだし。僕的にはないと信じたいけど、最悪の場合リレイヤーのスパイということもあり得る。確かにテラは謎なところが多いけど、そんな子じゃ。僕だって人を疑いたくないさ。でも地球連合政府や GT ラボという組織がそれを許さないんだ。分かってくれ。分かった。ならテラの潔白は私が証明する。それでいいでしょ？ああ、それで構わない。疑うのが僕の仕事なら信じるのは君の仕事だ。何を物思いにふけっているのですか？ルナの妹のことを考えていました。2年前のあの日、確かに私はあの子の手を離してしまいました。恋じゃないのはあの子も分かっているはず。なのになぜあそこまで恨まれているのでしょうか？あくまで推測ですが、鍵はマスターの失っている記憶にあるように思えます。記憶を取り戻すことが不可能であるなら、この旅でマスターのルーツを追ってみるのはどうでしょう？私のルーツですか？やっと見つけた。ここにいたんだね。ヒミコさん、お話はもう終わったんですか？大した話じゃなかったからね。ところで今って時間あるかな？早めに缶の中を案内しておきたくて。え、ありがとうございます。ヨダカもいいですよね？陶器に異論はありません。マスターのお好きなように。じゃあ決まりだね。お疲れ様。これでアステリズムの案内は終わり。あれ、そういえばヨダカは？多分資料室だと思います。あの子、自分の知らない知識や宇宙に関する情報が好きなので。アシストロボなのに変わってるね。元は宇宙探査船の AI だったんだっけ？みたいです。私も今日初めて知ったんですけど。ねえ、その教えてくれないかな、テラの妹のこと。私とルナは父によって物心がつく頃に星の家って施設に連れてこられたんです。施設には他の子供もいたんですが、ルナはいつも私のそばを離れなくて、このネックレスもルナが私の誕生日にくれたものなんです。だからグラビティロスが起きた時も絶対にルナを守ろうと思って。こういう場合手を離した方のが辛いよね。2年も後悔と自責に駆られながら生きてきたんだもん。でもさ、元気出して。これからは私がテラの家族になって支えるから。はい？知ってる？人類が宇宙に出る前、それこそ有史以前から同じ船に乗る仲間は家族だって言われてきたの。それは星の海を渡る艦でも同じだと私は思ってる。だから辛いことは一人で抱えずに一緒に解決していこうって。会ったばかりでいきなりそんなこと言われても困るか。ううん、
そんなことありません。私嬉しいです。今までそんな風に言ってくれる人いませんでしたし、それに家族というのに憧れていたんです。あ、でも私一人だけこんないい思いをしていいのかな。またそうやって自分を責める。ルナちゃんもこの間の一員にすれば問題ないっしょ。スターチャイルドの時点で逃がすつもりはないしね。お帰りなさいマスター。卑弥呼とはお楽しみのようでしたね。何ですかその変な言葉は。見ていたら声をかけてくれてもよかったんですよ。少しは気分が晴れましたか。おかげさまで。成り行きとはいえルナと戦うのはやっぱり辛いですから。こんなことを言うとヨダカは笑うかもしれないですけど、不思議と卑弥呼さんとならなんとかできそうな気がするんです。なるほど。マスターは卑弥呼に希望を見出したのですね。何？逃走中のオリジナルワンを捕捉。距離は1万。パイロットは搭乗機にて待機してください。繰り返します。行きましょう、ヨダカ。周囲に赤力を観測。この反応はリレイヤーのダークギアです。おとりを使った待ち伏せ。リレイヤーというのは随分と卑怯な手を使うんですね。へえ、お姉ちゃんがこれを卑怯とそしるんだ。っていうかさ、何なのその陰キャみたいな喋り方。気持ち悪くてうざいんだけど。陰キャ。陰キャとは2010年代後半にネット上で生まれた陰気な性格の人を意味するスラングです。主にスクールカースト下位に位置するクラスのイケていない人物やグループの総称として今でもネット上で用いられています。そのくらい私でも知っています。そして私は陰キャじゃありません。男の声。誰と一緒に乗ってるのか知らないけど、戦場でのおしゃべりは命取りじゃない。テラは撃たせないっての。テラ先走りすぎ。すみません卑弥呼さん。ち、部外者が私たち姉妹の間にズケズケと。ここにいたのか協力者。目的も果たさずに何を遊んでいる。我々の目的はそれの強奪にある。悠長に戯れている暇はない。ルナ様、あまりお戯れが過ぎぬようにと事前に申し上げていたはずだ。ダークナイト、どうしてあんたがここに。協力者が人間である以上それを監視、場合によっては断罪するのが我が務め。彼女の言葉通り我々がなすべき任務は一つ、その機体の入手。それより優先されるものはない。ですがルナ様がその機体に乗りながら我々が遂げるべき本懐を忘れこの場に留まるというのなら、それでも構わない。その場合いかに我らの協力者といえど我が断罪の剣にてその首を跳ねることになるだろう。ち、分かったわよ。戻ればいいんでしょ。それでこいつらは足止めくらいしてくれるのよね。出なきゃ困るんだけど。足止め？笑わせる。奴らは我々が排除する。あっそ、ならせいぜい頑張って足止めをすることね。撤収するよウォーカーちゃん。分かった。オリジナルは離脱します。